らいに、この辺に打ち出したいイメージは、で、上り。弱いか。届かない。弱い、シュン。だね。よかった。今日はちょっと見えてないんですけど、あっちの方向に富士山がドーンっているはずなんですよ。この前テレビでみやぞんさんがパワーをもらうときはパワーを上げるともらえる。あ、なるほど、うん、じゃあなんか上げないと。いつもありがとうございます。はい。距離はいいけどラインがちょっとっぽい。すごい面白いです、ね、戦略性が、うん、曲がる人はきついですね。ドライバー曲がる人はね、大きいドライバー吹き流しが近いのか遠いのか。遠いです。感じる。ダフんないかな。ませんけど、うん、景色はめっちゃいいね。18番ホールのセカンド地点で後ろを振り返っていただくと、なんと晴れてると富士山が見えます。え、あれ、あそこら辺って何ですか。あれなんだろうね。なんか畑、畑演習場です。でも あそこからボン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 音が聞こえるんだ。そう、なるほど、広いですね。
まいね。これはナイスショット。お、乗ったんじゃない？乗った。ナイスショット。イエーイ。よかったよかった。今日はこのショットが全くうまくいかない。番手が大きかったみたいです。いただきます。ゆっこは何頼むんですか？ごまだれ冷しゃぶうどんです。美味しそうだね。なんか中にね、みょうががそう、豚が隠れててごまだれであえてあります。おで、私はね、めっちゃ美味しそう。麻婆豆腐です。明らかに美味しい。私結構ね、ゴルフ場来たら中華、中華食べるの好きですね。美味しそう。食べよう。サンマのなんとか丼。11月7日も残ってるメニューはこれなので、あ、タスタって言ってた。しかも海苔が入っている、うん、11月にも残ってるメニューはこれだっていうことで食べました。 なんとお蕎麦がついています。ゆこちゃんは大福がついています。じゅんちゃんはシューマイがついています。なんか一つついてます。おまけが御殿場ゴルフクラブ。いただきます。美味しい。いただきます。タスタ、うん、かっぱい。うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。辻さん、今日はラウンドミーティング、ありがとうございました。どうでしたか？ですね、いろいろ、小道具も実は持ってきて、ちょっと重さの振り心地とか、重いとか軽いとかっていうのを、重量調整しながらやろうかなと思ってたんですけど、青木さんも、石井さんもあまりにも上手で、ちょっとびっくりしました。コースもちょっとタイトだったり、風が強かったりあったんですけど、すごく全部のクラブうまくいってたんで、ちょっとこのまま様子を見たいなと。いいショットも出てましたし、ドライバーはあの練習場でウェイト買いました、はい、あれがすごく飛距離につながってたような気がするので。結構飛んでましたよね、ドライバー。いやー、風あれだけ強くて、直進性も良くて、距離も出てたんで、そうですね、僕はちょっとびっくりしましたね。飛んでたよね。飛んで、ちょっと重さを変えるだけで振りやすくなったり、距離も出る。前からちょっとヘッド軽いとかって、そうですね、それがちょっと重量強出せたんで、そうですね、はい、すごく良かった。確かに。パターちょっと新しいんですけど、そうですね、パター変えました。僕あれが全体のこうセッティングの流れを良くしてる、はいはい、あのキャメロンの、はい、ちょっとグリップ側が重いパター使ったんで、はい、あれは僕の全体の流れをすごく良くしてたと思って。なるほど。あのパター僕しばらく使っていただいて、じゃあ変えて良かったんですね。良かったと思います。なんか家にずっとあって、あ、そうだ、どうしよう、使おうかなって悩みながらずっと置いといたんですよ。で、なんとなく一回使ってみるかみたいな感じで、センスがやっぱりすごいですね。良かったです。じゃあ僕流れはすごく、あの重量的なものと、まあ、細かい数字の話はちょっと、我々が知ってればいいことなんですけど、はいはい、お二人ともフィーリングでちゃんと選ばれてる。石井さんもあのゼクショー10のクラブに、はい、こう全部が同じブランドで揃ってるんで、すごくスイングプレーが安定してるなっていうのが、あまりにも上手でちょっと僕びっくりしました。今日はちょっといいショット、すごいです。ゆっこもフィーリングね、ちょっと今日見てて、これちょっと気になってたんですよ。アプローチが、あー、50度だ。使ってみましょうか。へー、いいんですか？使ってみてください。ちょっとじゃあ、ちょっと使ってみたいと思います。すごい。まずは練習場でちょっと、はい、今ウェッジってあるんだっけか。いや、
うんとね、サンド、うんうん、A とサンド、タッピー、ピッチ、あ、これアプローチウェッジなんで、はいはい、ちょうどピッチングとサンドの間ぐらい、なるほど、まあ本数に余裕があれば、そんな長い、ちょっとな、そんな長いですか、形がちね、うん、すごい、パッと言うとピッチング風に見えて違うって感じ、そうですね、うん、すごい、打ち方はもうお好きなように使ってもらえれば、はい、へー、すごい、なんか、うまそう。うまそうだね。うまそうに見える。ちょっと継続して使っていただいて、はい、そうですね、重いとか軽いとかを教えていただければ、また調整します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、今日のゴルフ場、御殿場ゴルフクラブということで、はい、11月7日に、うん、リンゴロープ、はい、予選会の一つの会場になっておりますので、はい、皆さん出場される方、そうでない方、うん、ぜひ一回足を運んでみてください。絶対事前ラウンドおすすめしますね、はい、面白いよね、面白いです、そう、綺麗だし多分アップダウンもあるし、うんうんうん、まあなんていうのね、結構でもコース知ってる知らないで、うん、多分全然スコア違うと思う、そうだね、落としどころは結構ポイントが定められてる感じがします、うんうんうん、ね、あとまあ富士山、うん、見える、うん、晴れたらね、あの11月秋晴れでね、多分すごく、うん、そう、富士山が澄んで綺麗に見えると思います、うん、ぜひ来てみてください、はい、じゃあ本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価コメントお待ちしてます、お待ちしております、バイバーイ。